いやよっかしゃ、めっきり冬らしくなってきましたね。あれどうした？ちょっとあれそのマスク どうしたんですか？いつものなんかあのデーハーなマスクじゃなくて今日は気づきました。うん、気づいた。気づいちゃいました。うん、気づいた。うん、のれにうれしい。あ皆さんお待たせしました。ついにマスクのサンプルが完成いたしました。パチ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 。この小芝居いりました。今まで打ち合わせ風でずっとやってきたそうだね、うん、急にドキュメンタリーじゃなくなった。まあもうだってもう完成したからね。もうまあまあそうですね、うん、そうね、きちんと皆さんに見ていただこう、そうそう、見ていただいてね、もうあとはもうとっととねカゴに放り込んでもらうっていうことでね、はいはい、これがまずねシンプルバージョン、はい、そうですね、はい、以前のね動画で見たやつは6種類の、はい、データを入稿して、はい、これがまずシンプルバージョン、はい、ここに、まあ、本当は最終的にはこっちにロゴを持ってこようって話だったんですけど、上下間違えちゃったね、はい、まあ、あの本ちゃんはこっちに行きますね。上に行きます。シンプルな黒に家紋ロゴがついてると、はい、あの本ちゃんっていうかプレミアムバージョンも、ね、一応あるんですよね。そう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 、そのロゴがプリントじゃなくてタグにね、タグになって、そうそう、タグになって別付けになって、しかもこのボディもボディもちょっと違うってね、いいやつ、うん、はい、まあ、これもすごくいいですよ、つけ心地すごい、うん、あの柔らかい素材なんで、そうだね、僕不織布のやつ普段つけてるけど、うん、それだとやっぱこの頬骨のあたりとかちょっと痛くなっちゃったりするんですけど、うん、それが全然ないし、あの口に当たる感触もそんなベタッと当たらないんで、ここちゃんと、ああちょっとね、尖ってるんで、もこっとしてるからね、うん、これね、うん、すごくいいですね、うん、若干の小顔効果もあるようなないような、うん、まあまあフィット感もあって、特にこれからの季節こう暖かくていいんじゃない、そうですね、うん、うん、フェイスマスク、そうそう、だからあの本当マスクしてると顔が、いや首と顔が暖かくなるから、うん、意外にだからあのいつも通りに厚着してると暑くすぎるんだよ ね、ここがずっと暖かい状態、そう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 、だから意外にそのなんだろう、着膨れしないで済む、まあ、防寒、そうそう、これマスクするだけでね全然変わるんで、はい、でこれいきますか。ビッグカモン、ビッグカモン、ビッグカモンっていうね、こういう大きなねカモンが、これいきますか。はい、何ですかこれは。グラフィティグラフィティ、まあ白と青とね、はい、僕これ結構好きですね、一番なんか柄っぽいんだけど、まあそんなにほど派手な感じはしない、特にこの、ね、こ黒と青はね、うん、なかなかいいと思います、はい、カモンロゴも入ってます。なかなかこう一見派手なんだけど、こう意外にねおしゃれだと思います、うん、すごく、うん、一番ある意味カジュアルですね、これはね。ね、こう二色ね、こういうふうにしております。うん、はい。で、ね、グラフジオメトリー。もう言えてない。合ってる、ジオメトリー。はい、はい、ジオメトリーが。もうもっと分かりやすい名前してくれるのにあるだろう。これジオメトリーね。はい、これあの、これがだからのれんに腕押しのロゴがこう隠れてるんですよね、はい、文字がね、文字がこう幾何学模様みたいにこう配置されてるというね、はい、でこれにもカモンロゴね、はい、これもなかなか、これオンオフ両方いけると思う。実はここもあののれんロゴなんですよ、ここ右側実は。あ本当だ、あ本当だ、こっそり、あ本当だ、なんかこうおじさんがこうずっと持ってるとなんかパンツ持ってるやばい、まあ、まあ、あ確かに確かにっていうぐらい、うん、とても柔らかい、うん、デリケートゾーンにも大丈夫なぐらい柔らかくて肌触りのいい、僕は肌触り重視派なんで、ああそうだ、ね、これはすごくいいですよ、うんうん、おすすめできます、自信を持っておすすめできます、なかなかいい感じでね、はい、できたと思うんで、じゃあちょっとねこれをデザインした宮崎選手にね、宮崎選手のところにも届いてるのかな、届いてないみたいですよ、あらら、はい、こんばんは、こんばんちゃー、あれこんばんちゃー、トルコグランプリだけにトルコ風呂帰りですか。この絵が出てないか。これね、どうチャーしとけばいいんです。どういう格好してるんですか。どういう格好。どここれ山？今熊本の菊池高原というところのキャンプ場に来ています。うん、あーマーヤのカーナーです。オートポリス行ってたんですか。ひょっとして。チムちゃんに会いに。あチムちゃん何に行ってたんだ。あ、そうなんですよ。大ファンなんで。新種買ってください。で、マスク届きましたよ、マスク。はい。うん、どうですか、マスク。まあ、とりあえず上がってきたんですけど、ちょっとこの、はい、ビッグカモン、ちょっと、ね、色がやっぱ浅いんですよ、紺色が。うん、うん、うん。やっぱりこの白地に印刷すると薄くなっちゃうんですかね。どうしてもやっぱ、うん、
紺色って結構難しくて色が、うん、なんで、まあ、ちょっとサンプル見ながら調整したいなっていうところも最初あったんで、まあちょっと薄く出てるんであれば全体的に他のものも合わせて紺色はちょっと調整しないといけないかなと思ってます。これ送るんで、はい、いわゆる現場に指示を出してもらって本生産の時に、調整してもらってもいいですか。わかりました、じゃあこれで完成ですか。これで完成ですか。どうですか、その、デザイン的に実際見て どんな感じですか。あ、デザイン的にいいですよ。だから本当気になったらこ あのちょっとカモンちゃんだけがちょっと、今残念なことになってるんで、あとこのあれですかね、ジオメトリーの若干この一番濃い青、もうやっぱりこののれんのロゴとかちょっと見えにくくなってるから同じですよね。だから紺色の調整をしてっていうところですよね。こっちの黒の方がちゃんと出てるんで、はい、やっぱり 青みがやっぱり難しいかなっていう気がしますね。この2ついかが黒かないですか。じゃあグラフティーとそのジオメトリーの黒はもう OK ってことでいいですよね。そうです、はいはい、はい、でシンプルはロゴの位置が違うんです直してもらって、はい、分かりました。例えばこれ1回全部送るんで、はい、見てもらってまた戻してもらっていいですか。うん、分かりました。はい、まあ、ということでね、はい、まあ、本生産の調整は必要ですけどね、ようやくね、皆さんにもご注文ね、していただけるという、ね、状態になりましたので、はい、まあ、これまた、はい、動画のね、最後にいつから売りますよっていう情報をね、出しますんで、はい、はい、と、もう一つ、はい、もう一つ、はい、このね、マスクから派生した、T シャツとね、パーカーの動画も皆さんご覧になっ ていただけてるはずなんですが、はい、できました。早っ、はい、宮崎さんが相当頑張って作りましたからね。はい、ジオメトリー、どっちグラフィティ、グラフィティ T シャツ、グラフィティ T シャツいいじゃないですか。はい、ずいぶんサイズでかいけどいいじゃん。これ、おお、いいですね。それ今サイズ何ですか。XL、XL、XL。僕のとこにも XL が気を利かせていただいて届いてました。XL だもんな。そしてこちらが、そしてこちらが、あれ、パーカー、諦めちゃって諦めちゃってパーカー、諦めちゃってパーカー、諦めちゃったパーカーかな。胸元も、胸元も、はい、デザインは一緒ですけど、デザインは一緒ですけど青とカラーリングがね、はい、これを着てテールエンダーになろうあとは上がるだけっていうね、まあまあ、ウィリアムズオマージュでね、もうちょっとウィリアムズ自体がなくなってしまいますからこのままだと。そうそうそう、あれ、パーカーもなかなかよくできてたね、色ね。そうですね、うん、かわいい感じですね、今回。なんか太郎さんが、合わせてその、グラフィティと一緒に合わせてる写真も見たんですけど、ちょっと待ちください、今着替え中です。あ、お着替えタイム。よいしょ、はい、着替えてきましょう。おーい。ね、某ウルルルルルマズのね、はい、オマージュした。こうなかなかでもこのブルーはすごくこう生えてて、なかなかいいんじゃない？そうですね。はい、で、ちょっとトロロッソのモンバーのおじさん風になってて、お腹が出てない人が着れば多分大丈夫だと思うんですけど。ね、大丈夫です。お腹出てる仕様でダブルジッパー仕様になってますからね。お腹が出てて、ちょっと前が、髪がちょっと寂しくて、眼鏡かけてる人が着ると、トロソのおじさん、うなっちゃう。はみたみたいな。で、これね、ジオメトリー。はい。グラフィティ？グラフィティ？ジオメトリー。どっちジオメトリー？ジオメトリー？はい、カモン。どっち？ビッグカモン。ビッグ、違う違う。どっちだっけ？グラフィティだっけ？ジオメトリー？じゃないや。グラフィティ？どっち？グラフィティです。ないな、そのくらい。いまだにネーミングが覚えられません。はい。で、ジッパーをピュー、ドゥー、ドロッソン、ピロッ。お、グラフィティのね、デザインが。うん、なかなかいいんじゃない？これ。バッチリじゃない？これ、ね。T シャツのカジュアル感とこのブルーの色って、パーカーの色は合ってるよ。合ってる。なかなかいい感じじゃないかしら。いい感じじゃない。まあ、モデルにはちょっとなんかあれで、ジムちゃんに着てもらいたかったですけどね。まあね、まあ、でも一応ね、着た時の、ね、イメージがね、こんな感じ。やっぱりこう、ジッパーを上げると、ちゃんといい感じですよ。うん。そんな、太ってない風に見えます、柄があるおかげで。これ無地になると、やっぱドラえもん感出ちゃうんで。うん、そうだね。
なかなかでもなか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 いいと思うわ。うん、いいと思いますよ。あ、ひよこはひよこじゃない、アヒルがいる。うん、このアヒルは泳いでいるのか溺れているのか、ね、ちゃんと泳いでますよ、うん、足はすごいもがいてますよ水の下ではあ、それいいかもね。トレーンの下ではすごい今もがいてる、うんうん、まあまあということでね、はい、T シャツと、パーカーもこのように完成いたしましたので、マスクと合わせてね、はい、同時に、発売の方を開始したいと思いますので、はい、じゃあ、宮崎さん、マスクのね、ちょっと最終構成お願いしますね。そうですね、わかりました。はい、はい、あと、概要欄からリンク、購入サイトのね、リンク貼りますんで、はい、そちらの方で、ビシビシ、バシバシカゴに入れていただいて、はい、ちょっとマスクロットあるんで、一つよろしくマスカラさん、はい、ということでね、のれんにうどしグッズの、秋冬、もう秋じゃないね、冬バージョン、そうです ね、はい、マスクと T シャツとパーカー、はい、はい、完成しましたので皆さんぜひお買い求め誠よろしくお願いします。宮崎さんも手振ってね、お願いします